元、旗神社は、京都府宇治市にある神社である。式内社、元、旗神社の否定者であるが、宇治市内には元、旗神社という名前の神社が小旗と子が、章の隣接する二つの地区にあり、それぞれ異なる社殿を伝える。旧社格はどちらも豪社。旧章流大明神。演起式神明朝では、名神大社に列する。大甘王子や坂の上の田村麻呂が戦勝を祈願。 したと伝えられ、将軍を授かる神社として信仰されている。どちらの元、旗神社も、飴の押し穂耳の命が祭神である。式内社で飴の押し穂耳の命を祭神とする神社は、元、旗神社だけであることから、鎌倉時代の尺二本紀には、元、旗神社に座す神は、僧病の神として、たとことにして尊崇すべきであると記されている。 A62 年には最高位の小一くらいの深海を受けた。戦後、どちらも神社本庁に加盟せず、神社本教に加盟している。戦国時代、戦火により、社殿のほとんどを消失し、古殿も失われた。アメノオシホの命の他に二木の村、カ山といわれ彦の村を祀る。社殿では、大化元年、蘇我倉の山大石川のマの創造により、 高徳天皇が中富の鎌足りに命じて小畑荘にコースを祀る神殿を造営させたのに始まると伝えられる。当時は柳山の地に社殿があったことから柳大明神と呼ばれるようになり、江戸時代までは竜神社を正式の社名としていた。明治時代、陸軍無事火薬製造所の建設のため社地全体が勧誘地として召し上げられ、 当社は小田美署であった旧岡田村内の現在地に遷座し、その際に社名を旧称のもと、旗神社に改称した。平安時代後期の作とされる男女一体の心臓が伝わるが、これは付属の寺で祀られていたものである。本殿には、鎌倉時代の作とされる、雨の押し穂耳の命の心臓が祀られている。かつて、社殿より続く東西二丁の馬道で競馬の神事が、 行われており、競馬発祥の神社とされている。当社に残る平安時代のあぶみは、重要文化財に指定されている。他にも、馬頭天皇の心臓があることから、馬の神社として、競馬ファンや、競馬関係者の信仰を集めている。千座前の神社は、大幕公園あたりにあり、そこから西に伸びる道はもと、旗神社の参道であった。その参道を西に進み、 JR と京阪の踏切を越えたところに神社の一の鳥居があったが、明治時代の仙座の際に鳥居の上部が外され、今は株だけが取り残されている。その残された石は兄弟のモアイとも呼ばれ、かつての仙座前のもと、神社を忍ばせる証人となっている。社言では、大化元年、光玉天皇が夢で、我天神ゆえにした土に神領なし我が霊を祭し 下前とのお告げを受け、中富の鎌たりに明治木端草に社殿を造営させたと伝えられる。人心の乱を前に、大天王子が大津具から吉野に向かう際、社頭に柳の枝を刺して、我に天意を踏まば、この柳、目を出すべしと戦勝を祈願した。大天王子が即位すると柳の枝が目を出したことから、天皇は霊言をたたえて、柳大名人の名を送り、 車両を寄進したという、王宝年間に柳山から現在地に分祀されたと伝えられる。明治41年に旧河原の村の田中神社を合祀したため、同社の祭神であった天テラスか、天神日死ね命も祭神としている。境内には狐塚と呼ばれる宇治領第36号墳墓があり、藤原元常の墓と伝えられている。京都大辞典。 担当者、1984年、P399 宇治市文化財愛護協会、宇治の散歩道第一集、東宇治地域編、宇治市文化財愛護協会、2005年、P20、京都新聞、物語と出会う馬と、将軍授与の伝承元、旗神社、2001年3月18日、史術美術同好会、史術と美術、 式内大社元、旗神社三座について、森谷茂、1978年、P42、神社本教歴、平成28年版、一般財団法人宇宙史文化財愛護協会、新、宇宙の日2014年、P142016 年5月28日、京都新聞の記事、日本歴七名大形26巻京都府の地名、平凡社、1981年、 P227、宇治市産金制の歴史と、景観、1975年、P457 表43。なお、神社の由緒には、追記明治42年1月、田中神社を合祀して、今日に至る、とある。ありがとうございます。